時の消費量をどう見るかということ、これが電力ですよね。あの要するにエネルギーというのは一日中ずっとこう使ってるわけじゃなくて、すごく使う時間帯もあればあんまり使わない時間もあって、こういう一番使う時に余力がなくなったら、これでもう要するに停電になっちゃうんですね。だから一番使う時をどうコントロールするかということなんですね。例えば神奈川にはですね、すっごい発電所があるんですよ。揚水力発電っていうのがあって、まあ、神奈川の、発電所ですね、2つのダム、湖があって、下の湖から上の湖に夜間電力を使って水をダーッと